あ、ね、ルームウェア届いたよって何人かがつぶやいてくださってました。ご購入いただいた皆さんありがとうございます。もうね、手持ちにね、飽きたのでね、もうね、やめました。手持ちにもう飽きを感じたので元に戻ってきました。喉が痛いです。喉が痛いです。なんか元気なんですけど、元気なんですよ多分。なんですけど、喉が、まあ、喋るのはこんぐらいの声だったら痛くないんですけど、飲み込むのが痛くて、そう、そうなんですよ。からなんか元気なんですけど、元気じゃなく見えちゃうんですよね。声がちっちゃいから、弱々しいから。でも喉痛めるの久しぶりです。なんか瞳ともなんかに LINE して、もう喉痛いみたいな言ってたんですよ。そしたら喉弱いな、涙涙ってきて。そう、食べ物飲み込めなくて、今日はあんま何も食べそんな食べてない。けどなんかもうお腹も空かないからもういいやっていう感じです。お腹だからなんか喉が痛いだけで、まあ別に元気なんですけど、なんかね、詰まる。そう、でもなんか人が恋しくなる。そうだから、そう、でもそうやって言ってたら、瞳が言ってあげようかって言ってくれたんだけど、でも喉も痛いし大変だからって言って、そう、だから LINE してくれてる。いや、わかんないんですよね、何なのか。何なんですかね、ちょっとわかんなくて。ただの、まあ、ただなんかアレルギーで喉やられたんかなって思ってたんですけど、多分それだと思います。まあ、風邪なのかな、わかんない。まあでも今日薬を、まあ、買いに行って、その薬剤師さんに、いや、まあ体がだるいとかでもないから、逆になんか病院とか行って風邪とかもらっちゃう方がなんか怖いなって思って、まあ普通にアレルギーだろうなって思って、まあ市販の薬でいけるかなと思って、 今は市販の薬飲んでる。なんか別に他になんかお腹痛いとか頭痛いとかはないので、全然。そうなので、ただの、まあ、喉なので、まあ、なんか喉がなんかね、でも喉が痛いとテンションも下がって、なんかあれになっちゃうんですよね、元気なくなっちゃうの。 元気なんですけどね。でも今日はもうお風呂入って、めっちゃお風呂も、まあ、ちょっと温まって、あ、そうだ、具合悪くないの、ただね、喉が本当にちょっと痛いだけで。だから、まあでもそんな、まあ急いで、例えばなんか何かがあります、コンサートがありますとかだったら、まあ病院行くんだけど、まあ
別にコンサートとかが今あるわけじゃないから、少し、まあ、1週間とかをさ、1週間近くであったらあれだけど、うん、まあ1週間以上じゃん。そうだから逆に、まあ、ちょっとゆっくり市販の薬で治していこうかなって思って、そうなので、まあそうコンサートとかあったら病院行こうかなって思ってたけど、なんかまあ病院に行って、なんか風邪とかね、逆にもうもらっちゃうのもあれかなって感じです。今日はもうねお風呂上がったので、もうゆっくり寝るだけですね。まあ、もうちょっと様子見て、まあ、まだまだ治らないかったら、そうあれしようかなって、病院行こうかなって。でも普通のアレルギーだと思うんですよね、鼻水とかも。なんかそうアレルギーやと思います。そうだから寝て直します。そうでもなんかあんまりお腹は空かなくて、そう朝はねちょっと食べたんだけど、なんか喉が痛いから、本当はあんまり飲み物も飲みたくないんですよね。何も飲み込みたくない。わかるこの気持ち。なんか食べたいし飲みたいけど、なんか飲み込むのが痛いから、うん、いやでも全然元気なんですよ。マジで喉だけなんですよ、うん、マジで喉だけで、いや食欲ある、食べたい、全然美味しいものいっぱい食べたいけども痛いから、飲み込むのが、うん、じゃあいいやってなる。ダメだね。まあでも食べてるよ、大丈夫だけどね。そうなんか元気なんですよマジで、バリバリに元気。ただ喉があれだから元気なく聞こえるだけで、そう体はどこもしんどくないし全然元気です。そうゼリーとかでもヨーグルトとか買ってる。普通にね今日ね、今日あのオフだったんですよ。そうだから、まあ、オフっていうかほとんど何もなかったので、まあ結構時間があったので、そう普通にゴロゴロしてました。なんかずっと天井と見つめ合いっこしてた。で、まあ、やることやって部屋片付けて、普通になんかそういうことしてました。だから全然元気です。ずっと動けないわけじゃない。いやなんか寝ないようにしてたんですよ逆に。お昼寝とかしちゃうと夜寝れなくなっちゃうから、ちゃんとなんか夜いい時間に寝たいなって思って、そう。だからハローちゃん、あったかそうなハートのセーターありがとうございます。天井をぼーっと見つめ、ため息つく。天井にポスターあるといいよ。ちょっと背がたまんわ。誰か貼りに来てください。届きません。全然元気。ほら顔も別に死んでないでしょ。死んでる？そんななんかしんどそうな顔はしてないでしょ。大丈夫なんですよ。でも何が一番嫌ですか？お腹痛い、頭痛い、喉痛い、全部嫌か。全部嫌か。何が嫌かな。でも全部嫌だ。うん。まあ喉痛いの一番嫌かもな。なんかさ、薬で一番治りづらくない？頭痛いとかお腹痛いとかの方が何かしらしたら治るみたいな。
のがあって、なんか喉はなんかすぐ治るっていうやつじゃないから、そう、まあ全部嫌だけど、まあ全部嫌か全部嫌ですね全部嫌だけど、まあでもね、私はお腹じゃないな、喉が痛いのが一番嫌なんですよ。痛くないのがいい、そりゃそうやそりゃそうや、そりゃそうや。喉痛いとパフォーマンス落ちる、そうかも。なんかお腹痛いとか頭痛いの時にパフォーマンスしてもなんか多分アドレナリンでどうにかなるけど、喉は歌えなくなるからちょっとパフォーマンスに支障が出る。喉はまあ弱いんですよね、もともと。もともと弱くて、多分イコラブイチ喉が弱いんですけど、でも最近は昔よりかはマジで声枯れなくなって、全然マジでいつもコンサートの次の日からは絶対に喉痛かったけど、それがマジでずっとなかったんですよ、そのインフルエンザ明けてから。そう、それまではマジで毎回普通に1時間のライブだけとかでもめっちゃ喉もう痛いってなってたけど、それがマジでなくなったんですよ。だからマジで前よりは強くなりました、これでも。でもなんかどんどん喉って枯らして強くなっていくから、まあ、まあよかったって言ったらおかしいけど、少しはね強くなったんです、これでも。でもまあまだイコラブイチ弱いと思いますけどね。久しぶりじゃない、だから喉痛いって私が言ってるの。そう、もう本当には季節の変わり目がマジで苦手なんですよ、うん、特に、まあ、春から夏っていうよりは夏から秋とか、まあ、秋冬、冬から春とか、そこら辺な、春から夏はそんな苦手じゃない、なんでだろう、けどあんま変わんないから。でもそれ以外の季節の変わり目が本当に苦手で、うん、そう、寒暖差に体があんまついていかない人なので、アレルギーマンなので。でもさ、なんか病院とかさ、例えば行くとさ、アレルギーありますかみたいなよく聞かれるじゃないですか。別にアレルギーって言ってもハウスダストとかさ、そういう花粉とか杉と か、 なんかそういうのはめっちゃあるんですけど、まあ、食べ物は別にないんですよ。 ないのか、まあ、知らないだけなのか、まあ、なったことないんですよ。そう、そういう時になんか何を書けばいいのかわからないっていう謎の相談。とりあえず書けばいいのかな、そんなの、そんなの書かなくていいよって思われるかもしれないけど、なんか杉とかなんかヒノキとかハウスダストとかのは検査したんですよ。そしたらもうね、一番ねピヨーンっていったんですよ。なんか一回握手会の時にやばくなって、もうなんか握手できる状況じゃなくなって、まあ、したよね、したけど本当にやばくて、でそっからめちゃくちゃアレルギーが出るようになって、うん、でもなんかそこでまあ検査しようって言われて検査まあしたんですよね。そしたらもうなんか一番なんかね、Gみたいな虫みたいなマークがあって、なんかそれがいっぱいあればあるほど、うん、なんか強いらしくて、もう全部それがバーってなってた でも食べ物は今まで何かなったこととかはないんですよ。何食べてもやばくなったことはない
なんかアレルギーの話しようと、もう鼻もムズムズしてきたんやけど。なんかもう考えただけでムズムズしてきた。ワクチンとか薬の卵アレルギー、やっぱそうだよね。あんもそう思う。ダメだ。アレルギーなのかも、それな。やば、ウケる。めっちゃ逆になんかもう反応出てきた。ちょっと待って、なんか目が、目も、目薬。考えたら考えたらムズムズしてきた、無理。涙出てくる。あー、腫れてる、マジで。わかんないけど、こうやってあーってやってみね、自分で見て腫れてますねって自分で思った。扁桃腺。一人であーって鏡に向かって口開けてた。そして腫れてますねってお医者さんごっこ一人でしました。喉に自分で塗る薬やったことない。ナースのコスプレしてやれば。おもろ、おもろ。一人お医者さんごっこしてた。うん、嫌なんだよね、なんか喉あーって見られるの。痛い痛い痛いって白目向いちゃう。本当に嫌だあれ。あー、本当にやめてーって、痛いんだよ喉って、うーって感じ。お話し会で白目みたい。せっかく撮ってくれたお話し会で白目するのもったいなさすぎんか。喉見てるから白目なの気づかん。そうやね、じゃあいっか。なんか白目を自然的に向いてしまう癖やめた方がいいよね。お互い白目やったらお互い見てないやん。誰得？スタッフさんしか見てないで。キララさんハートありがとうございます。昨日ね、なんか家族となんかテレビ電話をしてたんですよ。でなんか、布団に入ってて寒いなとか言い始めて、今何度なの部屋の温度って言われて、だから20度だったんですよ。だから20度って言ったらなんかおはーって言われて、そうでなんか暖房つけなさいって言われたんですよ。もう嫌だって言ったんですよ。から今からお布団をまだ出してなかったから、そうお布団を出すところをお見せしますって言って、お布団出すところをビデオ電話で見せてあげた。20度って寒いのかな。え、寒くない、そんな
嘘、22度ぐらいの部屋にいてって言われたから嫌だって言って、布団出すところを中継して、今からこの布団を、ここにある布団を出したいと思いますって言って、で一回携帯置いてこうやって持って出ましたとか言って、そう中継してあげた。あんはなんかあれがいいんですよ、なんかそんなにあったかくない、空気はあったかくするのが好きじゃないから、ワイの部屋22度、私のお母さんがあの一番多分いいねって言うと思います、合格だと思います。温かい飲み物、あ今日飲みました、温かい飲み物、カフェオーレ、カフェオレじゃない、ロイヤルミルクティーの温かいの飲んだ。でもなんか暑すぎると喉に良くないからだいぶ冷ました。空気温かくしたくないの分かるね。でも結構なんかショールームでこの話をしたらなんか共感してくれることが思ったよりいて嬉しかった。あんだけじゃないんじゃって思って、今何度かな、お母さん、私 21.9 度だった今部屋。いいでしょ。21.9 度。お母さんよかったね。理想の温度でございますわよ。合格点でしょう、さすがに。暖房はまだつけたことない今年。綾高校だね。だね。どんな親孝行やね。暖房つけずこたつでアイス食べるのが好きなんと同じかな。暖房よりこたつの方が好きですね。まあないけどこたつ。だって去年の冬もヒートテック着たの何回かだよって言ったら信じられないって言われました。そんな感じ。こたつ部品ごとに送ろうか、部品ごとに送ってもらってもちょっと大きいだろう。いいよね、でもこたつ。こたつ。でもさ、部屋が狭くなっちゃう。でもなんかあんまり、うん、なんか、お父さんとかには、なんか、椅子じゃないとこに、でなんか何正座とかお姉さん座りとかもしないでって言われる。なんかこたつにいたらなんか言われそう。うん、なんか足が短くなるよとか、骨が多分曲がるから。ソファーとか椅子に座ってって言われる。うん、だからテーブルのこたつが一番いい。そう、腰も弱いから。レグルさん、あったかぬくぬくセーター、
ありがとうございます。姿勢あんま良くないからさ、姿勢良くせんといけん。確かにテーブルこたついいよね。テーブルこたつ、姿勢よくする背が高く見えるよ。確かに姿勢よくします。でも自分の部屋のテーブルはなんか物置になってる。物置。今は充電器とかでもね、整理整頓されてるけど、まあでも物置になってるのは半分ぐらい、2分の1ぐらい。なんかちゃんとリモコン立てにリモコンを挿して、ペン挿して、でなんかそうなってる。で充電器の箱、プラスチックの100均の透明のケースがある、うん、収納が好きだから。こんな感じ。ちょっと喉さんが疲れてきたから、そろそろ終わりたいと思います。本当はねもっと配信したいんだけどね。そうなの、髪の毛ね抜けてってるだけ。抜け出ちゃってるな、行かなきゃ。色が落ちてます。うん、それでは順位を読んでいきます。13位がつるつるさん、12位が謎の長老さん、11位があきらさん、10位がちっすん、9位がとも、8位がセイタ、7位がうささん、6位が匠の技を伝承さん、5位があきららさん、4位がゆうしすさん、3位がレグルスさん、2位がゆかりん、1位が太郎さんです。ありがとうございます。1人目たけしさん、2人目ポークたまごさん、3人目こうへいさんの3人がラダムです。今日は23時から真夜中ラボがあります。えですよね、火曜日ですよね今日。ぜひあのイヤホンでやめた方がいいかもしれない。どうでしょうね今回は。はい、あそうですね、とあれですね、先週のマヨラボはあの携帯をなくしていた時でした。もうやだ、思い出したくない、はい、ということで皆さんぜひ見てくださいじゃない、聞いてください。そして今日ってさ、今日の夜あの無敵クラス、今日の夜か、まあ、普通にねめっちゃ面白くて普通に見てる。でも寝ちゃうかな、まあ寝ちゃったら TVer かなかな、見たいと思います。ではじゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけんぽん、バイバーイ、おやすみー。